はい、こんにちは、Q さんです。いつもありがとうございます。今日もガンガン行きたいと思います。ええー、と、言いながらですね、あの、非常にね、あの、悲しいニュースをね、今、耳にしちゃいましたね。あの、女優の岡井久美子さんがお亡くなりになったっていう話ですね。 ああのまあ、芸能人ね、志村けんさんに続き、あとはミュージシャンだったら、ジャズのですね、リー・コニッツさんとか、あのエルス・マルサリスさんって、あのウィントン・マルサリスのお父さんもですね、まあ、コロナで亡くなったって話なんですけども、まああの次々ですね、あの不法のニュースを聞くっていうのも、まあ、正直言ってまあ結構辛いものがあるというのは、まあ事実ですね。で、岡江さんに対してですね、あ昔ね、あのー 高校卒業したばっかりの時あの、大学全部落っこっちゃったんですよね、俺、あの時ね。で、浪人しようかどうしようかってさ、不適させ出る時に、昼にね、天馬で届けっていうドラマがあったわけですよ。ちょうど僕、あの時何もすることなかったんで、家でね、もう受験勉強もすることもないしね、まあ、しなきゃいけなかったんだけども、翌年に向けて、もうなんかやる気なくなってるし、ね、とにかくテレビをずっとグダグダ見て過ごしたわけですよ。まあ、親とか兄弟もね、あの、仕事とか学校とか言っていませんでしたんで。で、まあ、天馬で届けをなんとなく見てたらですね、すごいハマっちゃった なんですねでその中でやっぱり大家族が出てくるねドラマですで岡江久美子さんのほにはですね河合賀門さんがいてあと竹内力さんとかね出てましたねあともうたくさん出てたんですけどもう今活躍してるのそれぐらいかなっていう感じがしますであのなんかすごいね一つ一つのセリフだったりエピソードに心打たれるシーンとか結構涙が出るシーンとかあってですねでそれと一緒の時期にというかまあその前後にですね「裸の大将放浪記、ね」ねあったわけですよ山下清のねであれもねすごい感動してたんですよね あの、ま、胸打つストーリーじゃないですか。ハートウォーミングなやつですよね。で、あの、天丸届けも、裸の大将も、あの、主題歌がね、結構じわーってくるもので、だからもし今あれ聞いたらですね、あの当時のことをすぐ思い出すんですよ。で、その中でですね、あの、岡井久美子さんのお母さん役がすごく良くてですね、あのー、ね、まあ、印象的な女優さんだったわけですね。で、まあ、その後別にドラマを見るってわけじゃないんだけれども、まあ、土曜日の朝かなんかにやってる、あのー、 なんていう奥様の番組 <laughs> 時々見てたらですね。あ、お元気そうだな、みたいな。<laughs> な、お元気そうだって何様だって感じだけども、まあ。まあそういうふうに見てたわけですよ。うん、でね、やっぱりちょっと辛いものありますよね。まあ60代でまだ若いっちゃ若いですもんね。うん。いや、本当まあそういうね、芸能人の方とか有名な人の方が亡くなるっていうのはですね、まあ我々一般の人よりも、すごくね、社会的にも影響があるし、やっぱショックを受けてしまいますよね。やっぱり石村健さんなんかも、やっぱり未だに、 あの思い出すと辛いですもんねで子供たちがあの特に三男4歳がですね志村の真似をしたりするわけですよあでもこの事態をこの三男はそんなに深刻にというかねあの深く受け止めてないんだろうけどもあこうやって今でも4歳の子供が真似するその志村ってもういないんだなと思ったらさちょっと悲しくはなったりするよね。まそ、あ、そんな感じですねやっぱりその自粛とか えっと、行動制限とかですね、徹底するという気持ちはやっぱり非常によくわかるんですけれども、だけどね、亡くなった方は亡くなった方で、 ま、それはね、あの、寿命で亡くなったんだっていう言い方をね、まあ、スピリシャルの人はするし、で、そういう思い方っていうのは僕は、あの、自由だしで、僕としては、あの、割と素敵な考え方だなと思うんですよね、実際のところ。で、まあ、今日また、もしかしたらバッシングを受けるような話をするかもしれませんけども、あの、亡くなった方は亡くなった方で、やっぱり自分たちで思い入れのある人に対しては、やっぱり、供養だったりですね、あの、自粛も含めて、まあ、藻に服すということはあっていいと思いますよ。だからといってですね、えー、おかえさんが亡くなったんだから俺たちはもっと、 ロックダウンしないといけないとかね、あの、行動制限を強化しないといけないっていうことでは俺はないと思うわけですよ。で、今回の問題でですね、非常にもん重要なのはですね、あの、ゼロリスク論というのがあるわけですね。まあ、これいつだって出てくる問題なんですけども、ゼロリスク論で何かって何かったらさ、まあ、ゼロか100かで物事を考えてしまう短絡的な人が結構多くて、その人たちが社会の足を引っ張ってるっていうふうに結びつけられるわけなんですね。つまりゼロリスクっていうのは、あの、 全てのリスクをゼロにしないと、これは政策と失敗なんだっていう、意味ないんだっていう考え方なんですよ。でも実際の話ですね、そういうふうに現実は動いてないわけなんですよね。あの、多少の犠牲って言ったらさ、犠牲者がいるのにそんなこと言ってられるのかと、お亡くなりになってんだよってね、言うかもしれませんが、あの、実際そのマクロで見たときに、例えば今回ですね、インフルエンザでお亡くなりになった方がだいぶ減ってるんですよ。 だからまあ3000人から1万人ぐらいってまあ通常言われるわけですね。まあ1万人いうのはその、をトリガーとしてですね、きっかけとしてえ亡くなったっていうのもカウントしてるんですけども、まあインフルエンザの 患者さんが多分すごく減ってるんじゃないかと。まあ、統計的にまだね、あの数字出てないらしいですけども、直近は。でもまあ、あの、お医者さんとかですね、その医療関係者に言わせると、まあ、今年はすごく減ってるということがま、一応言われてますんで、減ってるんでしょう。その代わりですね、まあ、コロナで今日本でお亡くなりっていうのが200人ちょっとでしょ。200人ちょっとがお亡くなりになった、一方でインフルエンザで数千人が助かってるっていうことを考えた場合にですね、社会的な、ソーシャル、まあ、コストって言っていいのかな、あの、 死者をですね減らすという共通の目的に対しては今の方がマクロ的にですよ数的にですよはいあの成功してるっていうふうな形になるんですよねだからこれはもうほんと哲学の問題なんだけども1人を犠牲することって100人を助けるっていう境地に行った時にあなたはどうしますかってですね、まあ、マンデル博士なんかがそういうことを言ってたもんですよね え、こっちに住んだら一人は亡くなりますけども、百人が助かりますと。でもこの一人は確実に死にますみたいな。で、その時にあなたはその人を殺しますかって言い方ですよね。はい。え、で、これだったらゼロリスク論だったらですね、え、全員やっぱり殺せないんだけども、確実に百人が死ぬってことだったらですね、やっぱり目の前の一人というものを、え、助けなさいという世論は動くでしょうね。でも、まあ、それによって、まあ、百人が亡くなるんであれば、じゃそれに対してはそれはそれだっていう風な言い方をするのでしょう。いや、もちろんその一人も死なせてはいけないという風に、えー、全力尽くさないといけないわけだけども、 でも社会といのあいにくとしてですね、そういうふうになっていない時にですね、じゃあこれから先どうするかっていう話なんですよ。で、今言ってる話ってのはですね、あのコロナで、えっ、ー、と、お亡くなりになる人がやっぱり何人かいらっしゃるんだけども、でも、この先に経済でお亡くなりになる方はもっと増えるわけですよ。で、これはもう外然性は完全にありますし、 もう目に見えてるわけですね。だけどもゼロリスク論という人がですね、その経済よりも命だっていうことで、えとにかく今はロ,ロックダウンだ、自粛だっていうふうになった時にですね、社会がどのように、あの、コストを背負わないといけないのかっていうところまでやっぱり、え、異性者はですね、やっぱ考えてると思うんですよ、経営者も含めてですね。だからそのゼロリスク論に対して、 国民のコンセンサスがですね、どこまでやっぱり緩やかになるかっていうのが、俺今回の糸口だと思うわけなんだよ。例えばですね、あの、アメリカのある市で、えー 高生、抗体検査をやったらしいんですよね。ニュース出てましたけども。で、なんとですね、200人間にやったときに、3分の1が陽性だって言ったわけですね。で、その記事の締めくくりはですね、え今回のコロナは我々が思ってる以上に感染力が強いんだっていう締めくくりになって、もう怖いというふうに思わせられるんだけど、ちょっと待ってくれと <laughs>、あの、無症状で陽性の人が3分の1いるっていうことは、これ逆に、 よくないですかってことは、抗体持ってるわけでしょだからその3分の1は少なくとも、自粛しなくていいって話になるわけですよ。逆に的に。いや、もちろん、ウイルスの突然変異を生むのね、リスクはありますけれども、一応だからその、疫学的に言うとですよ。あの、ね、3分の1が抗体持ってるってことは、リスクは減るということになりますんで、で、これからの政策の方向性において、やっぱり一つの指針になる,なると思うわけですよ。 で、えっ、ー、と、最近は抗体検査進めていくと思うんですけどもえ、そういうね、その喜ばしいニュースなわけなんですよね。そこはそこで、そこでですよ。で、そういうことをちゃんと検査した上で、じゃあ、自粛を変えって緩めて、経済の、 循環を再び回そうというふうにするのはえ、これはまあ全体的な政治家の問題ではあると思うんですが、でもそれに対してマスコミとかですね、我々市民が、ゼロリスク、ゼロリスクっていうことで足を引っ張りまくるのはどうなのかなというわけです。でもこういうことを言うと、いや、お亡くなりになっている方がいらっしゃるんですよね。じゃああなたはご自身とか身内の方がそういうふうに病気だったりお亡くなりになれてもですね、そういうこと言えるんですかっていう、またくだらない質問をね、してくる人が時々湧いてきてですね、まあそれに対する対応はですね、今まで何度もしてますし、ツイッターとかですね、 別チャンネルサブチャンでもですね言ってるわけなんだけども言えるはずねえだろっていうことが僕の答えなんだよね自分の身内とかだったらさえもしろくはその かかってる人の目の前でですね、そういうことを言えるかって、それ言えるわけないと。それは別にね、ゼロリスクだの、そのなんか政策的ななんとかっていうよりはですね、これコミュニケーションとかデリカシーの問題だからね、その部分とね、なんかその僕の言ってる発言っていうのを結びつけるのはこれ違うわけだよ。で、俺はこの YouTube を通して別に使命感を持ってやってるとか、別にあえて言いませんけれども、でも現実問題として、俺のこれを読ん、見てですよ。 やっぱりほっこりするとか安心するという方はいらっしゃる。で、それに対する期待にね、答えなければいけないというふうに無理してるわけではもちろんないんで、気楽に聞いてほしいんだけれども、でもそういう事実があるということを受け止めれた上で、俺ができる何か表現をしたいなっていうことはやっぱり常に思ってるわけなんだよ。だから、じゃあ、亡くなってる人がいるとか、あなたの身内があなた自身があった時に、あなた今でもそういうふうに YouTube で言うんですかとかね。そういう質問はね、はっきり言ってもクソなんだよ、正直ね。いや、言わないよとデリカシーの問題で、でも今はそうやじゃないし、でも全体のことを考え て俺のを楽しみにしてすごくね勇気づけられてる人がいるという事実もあるわけですよそういう背景をしてじゃあ俺なりに表現するということは今やってるだけなんだよねだから 身内が何とかとか目の前で病気の人がいるのにどうたらこうたらっていうですね。まあ、今起こってないことはわざわざ言い出して、僕のこの発言とかに対するケチをつけるっていうのは、それはちゃいますせってことなんですよ。そういうね、ことを言い始めたらですよ。政治家もできない、経営もできないんですよ。ね、身内の人がうだうだやってるのにあなた経営するんですかとかね。ね、その、知り合いの人が言ってるのにそういう政策提言できるんですかえー、ロックダウンとかの自粛解除するんですかと。今でも病院でですね、重症患者200人いるんですよ。その200人が 苦しんだに、その重症患者が増えるようなリスクをあえて犯すような。 ことをするんですかというふうに言い出したらだよ。何もできねえっつに感じたんだよね。俺ここをちょっとね、力を込めて言わせてもらいますよ。ゼロリスク論っていうのがある限り、世の中は進みません。だからリスクとですね、コストとベネフィットっていうのをちゃんと計算して政治家だったり、で、それを支える我々がですね、ちゃんと考えて、えー、それなりにそのものをね、申していくっていうのは大切なんだよ。だから俺が言ってるのは、これマスコミが言ってるのは多分逆だと思うんだよね。どちらかたら楽観論って言ってるわけです。 でも楽観論の材料は実際にたくさんあるわけなんだよ。抗体検査をやって3分の1が陽性ですって言ったら、マスコミはこのコロナは思った以上に感染力が強くってやばいんだっていうふうな言い方するでしょう。でも同じニュースだったもですね。僕とか、えー、そういった一般の有識者さんたちをちゃんとした考えを持ってる人たちはですね、あ、それ素晴らしいことだなっていうわけですよ。3分の1が抗体持ってるっていうことは、その人たち少なくとも自粛をする必要がないと。じゃあ今の、 緊急事態宣言なり、それいっ自粛ムードに対してですね、少し緩和するなり、やり方を変えられることができますよねって。それによって、少なくとも3分の1は、経済を回す方向性にシフト切れますよねって言えるわけなんだよ。 ね。で、そういうふうに同じニュースであっても、捉え方とか、配信の仕方が違うわけですよ。だから俺は、事実は事実、数字は数字、きちんと見た上で、ね、危ないものは危ないし、だけども、希望が持てるものに対してはちゃんと見るわけです。ね、おかえさんが亡くなりました。でもその一方で、駆動感が復活したっていうのは、え僕は Twitter とか、YouTube のコメントで初めて知りました。あの、マスコミの報道があまりないんですよ。 岡江さんとか志村さんとかですね、えー、は、ブわンんって来るんだけどもさ、じゃあ、森山中の黒沢さん、俺わざわざ調べないとわかんなかったもんね。で、あの、陰性が今2回連続出てるから、もうほぼ退院というか、ほぼ完治ですよ。ね。で、そんなのも、あんまり大体的に言わないじゃないですか。黒沢かかったーってさ、もうニューステレップでパーンってさ、速報あるんだけども、黒沢さんがい、え、陰性2回連続になくて、実質上の完治する、えー って言えよって感じなんだよ。俺一人でやってるからね、それね。石田純一さん、ね。石田純一、石田純一、すいませんでした。かかってす、しまいまして、すいませんでした。沖縄に行ってすいませんでした。とか言ってたもう、まあ、謝るんじゃねえんだよな。そういう謝ってるするから、三重県でね、かかってる、ご家族に対して石投げる民度の低い連中が出てくるんだよ。湧いて出てくるんだよね。まあ何回も言うけど、インフルエンザとかとそんな変わんねえっらまたね、バッシング降るかもしんないよ。いや、こういう事態を持ってまたそんなこと言えるんですかって言うかもしんないけども、数字を見ろと。ね 死んでる人の数を見ろっていう形なんですよ。 インフルエンザに比べたら全然低いんでそれは事実、事実論なんだよ。これ事実論ね。思い込みとかね、なんとかじゃないんだよね。もう、テレポーテーションのそのウイルスがテレポーテーションするって話を、まあ、したらさ、あ、なんか、うだうだ言う人いたけどね。事実論としてテレポーテーションしないんだよ。それ認めてくれと。量子力学運動なる人てフォローしたけど、昨日ね。そういう話じゃなくて、そういう可能性があるとかね、えー、そういう希望とかあるとかね。あのー、可能性を捨ててはいいんですかみたいなのを言うけどさ。いや、違うんだよ。事実論なんだよ、俺が言ってんの。ファクトなんだよ。データなんだよ。 これに基づいて俺の意見言ってるわけであって別に嘘とか妄想とか出前言ってるわけじゃないんだってことですね。陽性、えー、抗体検査で陽性が3分の1出るというファクトに対してどのように表現するかっていうのは人によって違うよ。でも俺のような、えー、とか、堀山さんとか長井関さんみたいな形でですね、あ、これはすごく希望の持てる数字だなっていうのは、これは、あの、事実に基づいた意見なんだよ。ね。 ま、ちょっと熱くなっちゃいますけどもね。石田純一さんも、あて、で謝ってるでしょ謝らなくていいんだよ。誰だってかかる可能性あんだよ。悪いことしてないんだよ。ねそんな、どこでどうなるかわからないわけ。それね、生きているとですよ。3ヶ月間、ずっと家にいてもかかる人かかりますからね。アメリカのどっかでニュースになってましたけども。それどうなるかわかんないぞ、はっきり言って。ウーバーイースでね、食べ物宅配してもらってもさ、その、 ね、こういうとまた恐怖心与えるかもしれませんけども、その食べ物にウイルスがね、かかってないとも限らないわけなんでそんなのね。どこでどうなるかわからないわけです。で、そういうもしゼロリスク論をね、突き詰めて、究極音で突き詰めたらさ、もう、世界中どこも逃げるとこないから、今ね。南の島も入れないからさ。 え、もう、逃げるとかないんだよ。そしたらもう、首殺労してねえぞっていう風になっちまうんだよね。じゃあないでしょ俺たちやっぱり生きていかないといけないし、食っていかないといけないしさ、これからも1年、2年、3年、10年、30年、100年と、これからずっと俺たちの孫子孫に向けてですよ、世の中この社会をですね、良き社会をどんどん良くしていきたいわけ、残していきたいわけでしょ でしょそしたらゼロリスクローなんてありえないんだよ。だったら、亡くなった人が亡くなったとして、みんなで悲しもうよ。え、だけども、ね、解放した人はちゃんと報道してね、石田純一さん、アビガンで復活してるんですって、知らないでしょ俺わざわざ調べたもんな。そこの時にさ、<laughs> ウェーって言えよって感じなんだよ。クドカンさんもね、アビガンで言ってるわけじゃん。 って、やれって感じなんだよ、ほんとね。死んだ人ばっかり言ってね、それは分かるよインパクトとして。そこはやっぱバランス問題ってあるよね、うん。たぶいいニュースもたくさんあるわけですよ。例えば、アビガンがですね、あの、試験が終わるのが、まあたい早くて6月末って言ってるんだけども、厚生労働大臣が本気出せば、それなりの権限を使えばですね、あかなりあの、広げられるっていうさっきニュースもあったわけですよ。今のこの事態ね、見たときに、 やっぱりそれは選択肢の一つとしてですね、まあ大いに考えるべきなわけですよ。だってそれによって、お、大きく安心材料が出るわけですね。で、実際の話じゃあ抗体検査やりましょう。どんどんやりましょうよ。で、アメリカみたいに3分の1言わずともですよ。10%。まあ、えっ、ー、と、慶応大学の医学部でですね、 よ、え、なんかムス、む無症患者に対して何人っていうかな、まあそのサンプル数が非常に低いんだけども、6%ぐらいは陽性が出たと、えー、症状出ないわけですよ。で、6%に対して統計学的なですね、えー、そういった調整をしたところですよ。でもやっぱりかなりね、あの、多くの人が、もう無症状で、あの、感染してるんだよ。ね。だから、どっかの動画でも俺前に言ったけどね、 あの、去年の秋ぐらいから年末年始かけてさ、謎の発熱、謎の咳、謎の圧迫とか、たくさんしてるわけよ。でもそれは、全員とは言わないんだけどさ、俺は確実にやっぱりかかってると思うんだよね、それは。で、それ検査したらわかるわけですよ。で、それで検査をちゃんとして、数値を確かめて、ファクトを積み上げた中でですね、それで初めて、今後の戦略ってのできるわけなんだよね。それで、いい材料になったらさ、いいニュースだったらさ、みんなで喜ぼうよって、俺そういうムーブメント作りたいと思うよ。なんか、亡くなった人とかね、そういった、 新しく感染した人ばっかりみんな言ってさ、うわ、怖い怖い怖いって言うんじゃなくて、いいニュースたくさんあるんだよ。だから、そのバランス問題として、これ俺のね、動画、そうやって、あの、明るくなるってね、言ってくれるわけですよ。でも中にはですね、なんかデマを言ってるとかなんとかでディスる人もいるけどさ、もうそんな暗いね、話、もう聞いてどないすんねんって感じなんだよ。ね、俺何回も言うけど、俺めっちゃマニアだからね、あの、 すげえ数字見てるわけですよ。楽観論もあるし、悲観論もあるし、アメリカとかイタリアとか、あ、なぜあ,あなったのかっていうのをですね、わざわざ僕は言わないけども、あ、でも初動でこういう失敗してるんだなってあるわけですよ。でもそれに比べると日本は、あの、ちゃんとやってるっていうふうな評価もできるわけですね。いや、ほんとそうなんだよ。もう結局ね、あの、文句言う人はみんな文句言うんだよ。もう最善と思って、たえば安倍さんが、2月の末の段階で完全に封鎖したらさ、それはそれでみんな文句言うぜ。 はい。めっちゃいいよ。だってさ、え、2月の末の段階で、学校休校にしただけで、教育を受ける権利を剥奪するんかって騒いでる人いたでしょじゃあその人たち今、何言ってんのかっ,て言ったらさ、早くロックダウンしろとか言ってるわけでしょもう勘弁してくれよってことなんですよね。いや、もちろん状況が変わって発言変わるってのは、わかりますよ。でも、常に反対意見に回るってのは、お前らその、に、日本をどうしたいんだってところなんだよ。ね。もう、そう思うわけ。 ええー、というわけでですね。まあ、あの、いろんな悲しいニュースがあることとも事実だし、え、だけれどもだよ。いいニュースもあるんだよ。で、いいニュースを見たらさ、ええー、ってもう喜ぼうぜってことなんですよ。で、俺らもセルフ旅セルフ拍手、セルフ祝福しまくってるからね、黒沢さんで、石田純一で、やってんだよ。よみんなでやろうぜって感じでそれね。ほんと。ね、そしたらみんな明るくなるだろうと。 でお亡くなりになった方に対してはちゃんとファンだったら涙流そうよってねっていいんだよ別にいや僕は悟ってるんで、えー、それはもう客観的にうるせえんだ感じだよねなんかいるんだよね私は悟ってますからとか言ってさなんか無症状ななんかポーカーベースなもううざいってああよねで俺何回も言ってんだよね悲しい時泣こうとで嬉しい時喜ぼうと腹立つ時腹立つと言おうとそれが人間なんだって話ですよねえ えというわけでですね、はい。いろいろ状況変わってるし、いろんなニュース飛び込んできますけども、でも最後に言えることはですね、もう、確実に、確実に、確実に良くなってるんだよ。いいニュースがたくさん出てきてるんだよ。だから未来はな、とことん明るい。ね。悲しげニュースに対してはみんなで泣こうぜ。だけどもね、いいニュースがあったらさ、みんなでさ、手を立てて、うぅーって喜ぼうぜっていうとこなんだよ。どうもありしー